修行天山頂道上道人は中国で発見された化石人類山頂道人ともいう北京原人が発見された北京郊外の修行天にある龍骨山の頂上付近にある洞窟から発見されたのでこう呼ばれるヨーロッパのクロマニョン人や日本の港川人と並ぶ化石の原生人類と考えられる1929年 周高天の龍骨山に開港するエンジン堂にて中国の若手人類学者ハイブン中により北京原人の頭骨が発見され龍骨山での発掘がさらに進展していた1933年調査の一環としてハイブン中はエンジン堂の髪型にある洞窟を発掘したその結果老若男女7体分の化石人骨と石器 国旗その他の分解物が発見された。人骨は、伴い出した動物化石や分解物から、ヨーロッパのクロマニオン人と同時期の後期旧石器時代の人類のものであることが明らかになり、東アジアで最初に発見された化石の原生人類となった。これを研究したフランツ・ワイデンライヒは、発見された浄土人は一つの家族であり、また頭骨に先行があるとして、 殺害されて埋められたと考えたが、遺体に赤色顔料が用いられていた点などから、配分中その他多くの研究者は、正規に墓地に埋葬されたとしている。1941年、太平洋戦争を避けるため、北京原人の化石と共に、北京にある米軍の兵衛に運び込まれた後に、行方不明となっている。7体分の人骨のうち、4体は、成人、3体は、 幼少年のものであった。完全な頭骨は3個あり、化石そのものは紛失したものの、精巧な模型が作成され、計測もなされているので、形質を知るのに差し支えはない。上道人の完全頭骨3個は、それぞれ異なった特徴を備えている。ワイデンライヒによると、101はクロマニョン人に似た点もあるが、原始的なモンゴロイドの形質を示し、102は、 メラネシア人に似ており、103はエスキモーの特徴を示すとされ、そのため彼は浄土人は複数の人種の集合体であるとみなした。しかしその後中国を中心とする研究者らは、ワイデン大筆説を否定し、浄土人は初期のモンゴロイドであり、個体変異が大きかった、もしくは大きいように見えるのだと主張している。浄土人は同じアジアの人類ということで、 例えば日本の港川人や縄文人との関連が考えられるが、身長、農業量は男女とも浄土人が、港川人、縄文人より、はるかに大きく、また、頭型も、港川人や、縄文人が中髪、または担当であるのに対して、浄土人は高度の長頭であるなど違いが大きく、異なった系統とみられる。ありがとうございます。